ゆっくりドラム講座。ドラムのコツ。生徒さんの実力に応じた譜面作成マルチアングルのドラム演奏動画作成24時間フルサポート初心者から初期手の悪魔まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。ドラム講師やってるとコツ教えてくださいってよく聞かれます。ドラムのコツってそもそもなんだって考えてみるとやはりステップを上げるタイミングを理解するってことでしょう。振り下ろすのは重力があるのでまだ良いですが、ステップを上げるのは重力に逆らわないといけないので大変です。リバウンドを生かすとはよく言いますがリバウンドが使えない時も、もちろんあります。そんなわけで今日はステップを上げるタイミングを伝授します。譜面です。アクセントを利用した基本的なフレーズです。口で言えばタンタンタンタカですが、んのところで左手で弱く叩いて間を埋めてます。叩きます。手の動きを見てみましょう。まずは右手から、赤矢印にご注目ください。全部強。ちなみにのマークはアクセント。強く叩けってことです。強く叩くってことはステップを振り上げてないと無理です。上から振り下ろすから強で叩けます。強で叩いたらすぐそのまま振り上げる。ステップを止めてはいけません。止めると時間の無駄になるので、早く叩けないし、無駄な動作が入るのでその分疲れます。疲れはリズムのブレにつながります。それに見た目もよくありません。強って続く場合はすぐステップを上げる。いわゆるフルストロークです。最後まで叩いてもステップを上げるのを忘れないでください。なぜかというとフィルインの後は、普通クラッシュシンバル叩きますからね。クラッシュシンバルは普通スネアやタムより高い位置にあるのでステップ上げないと叩くのは無理です。次は左手です。青矢印と黄色矢印にご注目ください。青矢印は弱、黄色は強です。なので左手は弱強になります。じゃあどこでステップを上げたらいいかというと黄色矢印の前、3発目の青矢印、わかりやすいように色を変えましょう。変えました。赤矢印の位置で初めてステップを振り上げます。青矢印の時はステップを振り上げないでもう触るくらい弱く叩くだけ、いわゆるタップストロークです。赤矢印は弱く叩いてすぐ上げる。いわゆるアップストローク。黄色矢印は振り上げたステップを振り下ろして強で叩きます。この後は下で止めましょう。フィルインの後は普通リズムに戻りますからね。左手が上がってると、ハイハット叩く右手の邪魔です。強で叩いて下で止める。それすなわちダウンストローク。先の動きを読んで、ステップをどの位置で上げるのかと調べて実行する。なんて面倒なんだって思うかもしれませんが、実際に曲で使うとなるとタンタカとかタカトンとかパターンは決まってます。一度しっかり確認すればあとはもうパターン通りやるだけ。ステップの動きにご注目ください。叩きます。簡単でしょう。ドラム講師やってると壁にぶち当たって、昔と比べると最近ちっとも上達できないって方によく会います。そういった方の上達できない原因は 98% って言ってもいいくらいステップを上げるタイミングを理解してないからですね。もちろんそういうことを理解してなくてもドラムは叩けます。けど、必ずどこかで壁にぶち当たります。音が汚い、強弱をつけられない、やたらと疲れる。早く叩けない。私もそうだったのですが、無理やり演奏してるとびっくりするほど疲れます。リズムキープなんて言ってる場合じゃなくてとにかくしんどい。そうならないためにもまずはステップの動きをしっかり確認しましょう。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。までお別れです。ねえ、簡単でしょう。